お、スカイファイナンスねって言ってる。公園前通り裏まで来たけど、この人が偽物っていうわけじゃないか。顔見知りのホスト。ああ、秋山さん。ふふ、知ってます？そこんとこのビルにスカイファイナンスが入ってるそうですよ。ニヤニヤって感じやな。ああ、ちょっとその件で来たんだ。バカな奴がいたもんだ。そんな真似したらどんな目に遭うか分かってないんでしょうね。人聞きの悪いこと言わないでよ。俺はそんなにひどいことはしないよ。ほんまかい。どうだか。場所は分かります？ほら、あの角のビルです。すっごいなんか隅っこのちょっと汚い感じのとこにあんねんな。スカイファイナンスね。ここ？確かここが偽スカイファイナンスだな。よし、一丁乗り込もうかな。乗り込む。あ、特に準備してないけど、まあ大丈夫やろ。うん。偽スカイファイナンスね。なんでこうなんか、危ない、下調べぐらいしてると思うねんけどさ、偽物やろうって言うんやったら。すいません、お金借りたいんですけど、むにゃむにゃ。似てる！そう、こんな感じやで、秋山さん自分も。はい？お客さん？あー、髪型似てる。え、まあ。いやいや、すみませんね。ようこそスカイファイナンスへ。私、社長の秋山と言います。おお、一応さ、いろいろリサーチはしてるみたいやけどさ、本物目の前にしてこの状態ってどうやってリサーチしたん？秋山さんね。あ、お。あ、失礼ですが、お名前は？鈴木です。みんなさ、偽名使うとき鈴木っていうな。冴島さんといい。鈴木さん、改めて、あらかじめ言っておきますと、うちは貸し付けの審査がちょっと変わってまして、社長が出すある条件をクリアすることでしたっけ？ええ、よくご存知で、お貸しする金額に応じて審査の条件も変わってくるんですが、今日はおいくらほど？そうだね、1億くらい。1億くらい。1億？あ、あんた自分で言っている意味分かってんの？偶然なのか、この辺のセリフが似てるのが尺だね。ちゃんと振り仮名つけてくれてる。どうしても必要なんですよ。貸してもらえませんかね。1億借りようってんなら貸し付けの条件も相当なもんになる。その覚悟はあるんでしょうね。ええ、そりゃもう、ふんむふんむ、なんて言ってくるかな。あ、はい、スカイファイナンス。はいはい、誰と電話してんの？そりゃ都合だ。いいでしょう。お受けします。あ、なんでも屋のお仕事ねの依頼が入ったって感じか。私はね、お客さんにテストを受けてもらうことでその人の覚悟を知りたいんです。いいでしょう。これから出すテストに合格できれば1億お貸ししましょう。本当ですか？助かるな。で、どんなテストなんですか？運び？これからあるものを私と一緒に運んでもらいます。相当貴重なもので、それを狙う連中もいる。危険なテストになりますが、どうします？わかりました。それで1億貸してもらえるならやりますよ。よし、じゃあ行きましょう。運ぶって何運ぶんや。絶対なんか怪しいもんやと思うねんけどさ、薬とか。薬の運び屋っていうのはよくなんかさ、テレビとかで見たりもするけど。さてと、あ、花ちゃんに。あ、花ちゃん？うん、今からそっち行くから。そっち行くって今から運ぶんじゃないの、でも。この時に電話ですか？ちょっと緊張感薄いですよ。すみませんね、返済の催促がしつこくて。さあ行きますよ。今からそっち行くからって、でも、ん？あ、ここ昔小牧のおじいちゃんいた場所ちゃう。ほんでその後は南田さんがいた。お？お？なんかどこから突っ込めばいいのか困る。女の人？あ？あ？花ちゃん。あ、はいはい、そうです。あ、あれ？
のブツだ。ルートは分かってるな。ええ、バッチリです。もしこれを奪われるようなことがあれば分かってるな。ま、任せてください。じゃあ頼んだぞ。花ちゃん。どこから突っ込めばいいのかって言って、ごめん。怒られる。ふう、女性のくせに迫力あったな。裏社会に生きる女ってのはああいうものなのか。そうですね。よし、じゃあ行きますか。あ、カバン持ちましょうか。いやいや、これを失ったらどうなることか。あなたはまだ信用できないので私が持ってます。でも俺を試すテストなんじゃないの。いいから行きますよ。はいはい。え、でも花ちゃんっていうことはねえ、絶対なんか作戦があるんやろうけど。ふう、半分くらいまで来たか。ここまで邪魔もないし、このままなんとか。中に何入ってんのやろ。お、どこから突っ込めばいいのかっていうか、突っ込むところは一つしかないと思うんですが。あ、それ置いてけ。あわわあわわ。そうだ、鈴木さん、1億貸してほしかったらこいつらをやっつけろ。え、でも1億貸してほしくないんですか。わかりましたよ、その荷物ちゃんと持っててくださいよ。もちろん、私はブツを死守する係です。よし、じゃあ悪者どもかかってこい。これも花ちゃんがきっと差し向けた人らやと思うから、悪い人らじゃないと思うねんけど。バカ上手。え、これ倒していいんかな。誰なんやろ、誰に頼んだんかな、花ちゃん。グハー、どうだどうだ。やった、すごい。うぬぬ、あ、死守するって言ってたのに。ああ、ブツを取られた。え、だからちゃんと持って出て行ったのに。どうしよう、鈴木さんどうしよう。落ち着きなよ。まあ取られちゃったもんはしょうがないし、ひとまず取引場所まで行きましょう。そうか、許してくれるかな。許してくれへんのちゃう。あ、約束の場所ってあの地下駐車場なんや。この辺でいいんですか、取引場所。うん、でもないで。ねえ、許してもらえるかな。許してもらえへんのちゃう。正直に言えば大丈夫ですって。あれ、この人エリーゼの店長ちゃう。お前が運び屋か。はい。ブツはどうした。取られちゃいました、この人が。あ、ちょ、鈴木さん、あんた何言っちゃってんの。でも正しいやん、取られただぞ。てめえどう落とし前つけるつもりだ。あれはな、1億の値打ちがあるんだ。てめえ1億今すぐ用意しろ。1億そんな大金持ってないです。え、このテストパスしたら1億貸してくれるんじゃなかったの。貸してくれるんじゃなかったの。うるさい。お前も金貸しやってんのか。なんて店だ。スカイファイナンスの秋山さんです。ほう、あの有名な金貸しか。じゃあ1億ぐらい持ってるだろ。違うんです、私本当はえ、あなたが鈴木さんでしたか。私本当は鈴木って言って秋山っていうのは嘘なんです。あ、あんたが鈴木だったんだ。白々しい嘘つくんじゃねえよ。明日の12時までに1億用意しろ。さもなくばコンクリ詰めのドラム缶か。ひー、死にたくない。え、東京湾に沈むことになる。いいな、くぐく逃げようったってそうはいかねえぞ。ああ、鈴木さんどうする、どうする、スカイファイナンスに借りに来る。ああ、どうしよう、鈴木さん1億なんて俺持ってないよ。
まあまあそうだな、今すぐにでも海外にでも高飛びしちゃいなさいよ。さすがにそこまでも連中は追ってこないでしょう。ただまあこの町には二度と近づかない方がいいね。見つかったらその場でざっくりだろうね。はあ、わかった。 親切なアドバイスありがとう、鈴木さん。これお礼にあげますんで取っておいてください。え？お礼されてしまった。超高電圧電池。なんでそんなもん。じゃあいろいろお世話になりました。早速高飛びします。ではでは。 おめっちゃ早いね。え、こんな懲らしめ方でよかったん？やれやれ、なんか生ぬるくない？生ぬるくないの？わ、花ちゃん、出張うまくいきましたね。変なメンツ。あれ？花ちゃん、なんなのその格好。笑いこらえるの大変だったんだから、ほんまやで。うち変な人って言っちゃった。ていうか、左の人はエリーテの店長で、次花ちゃんのはわかるけど、右二人誰や？右二人誰や？そんなに変ですか？結構気に入ってるんですけど。君らもいい演技してたよ。特に店長、君ちょっと何？さっきの脅し、演技とは思えなかったんだけど。いやいや、演技ですよ。ははは。本当かよ。あ、エリーゼのボーイか。にしてもオーナーひどいっすよ。マジで蹴飛ばすんだもんな。ごめんごめん。あ、スカウトか。う、骨折れてるかもしんないっす。ボーナス出してあげて、秋山さん。悪い悪い。リアリティを追求しないと騙せないでしょ？今度うまいとこ連れてってあげるから。それにしてもこの中身がただの六法全書。あ、六法全書詰めたんか。鈴木さん腰抜かすでしょうね。これが1億の価値でしたっけ？まんまと騙されてましたよね、あいつ。あ、もうニヤニヤって感じやな。いやいや、まんざらはったりでもないよ。これは使いようによっては1億以上の価値があるものさ。あ、評判的な意味で。さてと帰りますか。皆さんせっかくですし、どこか寄っていきません？打ち上げしましょうよ。なんか一仕事終えたって感じやな。いいですね、秋山さんのおごりで。やった、行きましょう。もちオーナーのおごりですよね。ね。あ、存分にやってちょうだい。支払いは事務所につけといてね。あれ？ よし、じゃあ出発。 まるで文化祭のノリだね。 あ、おしまいか。おしまいか。お、サブストーリー40個もしたか。そんなになるか。てか、打ち上げ行こうよ。食べるんちゃうの？花ちゃん。ね？もしかしてこれでおしまい？秋山さんのサブストーリー、あ！ 16？ あー、キャバクラ攻略か。秋山さん、でもキャバクラはちょっとキャバツクで作ったキャバ嬢の子をちょっと実況の動画としては入れたいと思うんで、まあ秋山さんのキャバクラはちょっと実況撮ってないところで、ちょっとうちが一人で楽しみたいと思います。 じゃあ秋山さん、これでサブストーリーはやったんかな。最後に、もう一回シェラーク行って確認してみるかな？あ、そういえばさ、ラブインハート今回行ってないよな。ラブインハート。なんか今回、竜が如く4ってなんか誰かあれやったっけ？ちょっとこれ、秋山さん入れんの？かな？どうなん？どうなん？いらっしゃいませ。入れた。オイルマッサージのルール。オイルマッサージはゲージが上下にはみ出ないように。ああ、前と同じか。うちこれめっちゃ苦手やねんけど。上に行くほどいいと。スタンダードマッサージコース。ハイグレード。とりあえずスタンダードでいきますか。
員カード発行させていただきます。あ、ご来店の際にご提示ください。1回のご利用につき1スタンプ、5回貯まると VIP、 10ポイント貯まると超 VIP。 ほう、あ、お得意様限定の特別コース？特別コース？何それ、何それ、そんなのあんの？悶々としてる。セラピストお待たせいたしました。はじめまして。あ、そっか、そうやった、矢口真理。あ、そっか、そっくり。それじゃこちらへどうぞ。あ、あ、よろしくお願いします。いいの、こんなんやっちゃって。よろしくお願いしますね。よろしくお願いしますね。あ、ちょっとちょっと待って、こんな感じでゴローンと横になってね。お兄さんかっこいいね。ちょっと、うちはゲージに夢中。一生懸命サービスするからね。よろしくお願いします。あ、痛かったら言ってちょうだいね。うち全然さ、あ、ちょっと待って、あの、痛くない？全然ムービーの方が見れないんですか？どう？うまいでしょう。気持ちいい？我慢できなくなったら言ってね。あ、あ、やばい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 。よいしょ、よいしょ。あ、やばい。なーに？何をしてほしいの？お兄さんの言うことなら、マリー何でも聞いちゃうよ。ちょっと待ってた。ああ、残念な竜。もううちいつも残念な竜ちゃう？実況でやるとき。ちょっともう一回やる。お金もあるし。もう。お客さん力みすぎだよ。もっとリラックスしてくれないとマリうまくサービスできない。じゃあ、ほんとね。うん、ありがとう。もう一回やる。よいしょ、よいしょ。ん？なーに？何をしてほしいの？お兄さんの言うことなら、マリ何でも聞いちゃうよ。お兄さん、お兄さんの言うことなら、マリ、何でも聞いちゃうよ。お兄さんの言うことなら、これ難しい。マリ、お兄さんでも聞いちゃうよ。あ、できた。あ、やっとできた。更新、それなり。あ、それなり。はあ。で？完璧。全然見れへんかった。お客さんマッサージ慣れしてる感じ。まあ、4回も来たしな。すっごいサービスしやがったよ。しやすかったよ。どうかな？気持ちよかったかな？ああ。よかった。それじゃあ出口まで一緒に行こう。ほう。じゃあまたね。今日はどうもありがとう。また来てね。待ってるよ。ほう。なんかスタンダードコースじゃなくない方やったらまたなんかあんのかな。まあいっか。あー疲れた。秋山さんはすっきりしたかもしれんけどさ、うちは結構疲れたよ。で、シェラックやろ、シェラック。さて、あ、特に噂を聞かへん。あ、じゃあ秋山さんのサブストーリーはあのキャバクラの情報を残しておしまいかな。ふう、そっかそっか。まああとはインナーファイターとかさ、やること残ってるっちゃ残ってんねんけど、ひとまずは秋山さん一区切りってとこかな。ちょっとインナーファイターはどうしよっかな。ちょっと動画に入れるかどうかちょっと迷ってるとこなんですが、結構苦戦しそうやしさ、
戦うだけの単調動画になりそうやし、うちのことやからそんな見せプレイもできひんしさ、まあちょっと悩んでるとこなんですが、まあひとまず今回はこの、ここまでにしたいと思います。はい、じゃあ次回は冴島さんかな、それかマイナーファイター、まあちょっと考えて、とりあえずはまあ、秋山さんは一区切りついたということで、ここまで見てくださってありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。いや着実になんか終わっていくのがちょっと寂しかったりもするけど、はい、ではでは、またね、バイバーイ。